はい、今回の動画はですね、トミカ用のバス停を作りたいと思います。まず材料の方から説明していきたいと思います。タイル補修用セメント 500g と補修用セメント 700g、 過去グレーですね。これ2ついらないっちゃいらないんですけどね。タイル補修用セメントのグレーがあればそれだけで十分です。あと 0.5 ミリプラ板1枚、まあ、1枚も実際いりません。それとバス停の印刷したシールです。では作っていきたいと思います。まず最初にやる作業はですね、この 0.5 ミリプラ板をバス停の形に切り抜いていくだけです。では切り抜いていきたいと思います。というわけでバス停の形にプラ板を切り抜きました。こんな感じになりましたね。下の方は、ね、土台に刺さるので尖っていた方がいいです。この方が抜けなくて安心です。次にですね、先ほど切り抜いたこのバス停のプラ板を固定する土台を作りたいと思います。次にこの2種類のセメントをこの紙コップの中に同じくらいの容量で入れていきたいと思います。こんな感じで入れました。次に水を入れていきたいと思います。では水を入れていきます。割り箸で混ぜましょう。水を入れすぎた場合はセメントを入れて調整していきましょう。こんな感じでドロドロにならない程度に崩れない感じで水を入れるのがちょうどいい感じです。これを土台の形に加工していきたいと思います。こんな感じでプラ板と土台を固定します。土台が乾くまでは放置します。というわけでセメントは固まりました。こんな感じになりましたね。バス停らしい形になりましたね。最後にシールを貼って完成させたいと思います。それでは住宅前というシールを貼っていきたいと思います。こんな感じで完成しましたね。鉄砲塾と住宅前っていうバス停が完成しました。これとでの2つの画像はこの URL に貼っておくので、使いたい方はダウンロードしてください。最後にバスを走らせて終わりたいと思います。どうやって使いたいですか？